い、どうもこんにちは、ネオです。最近。はい、どうもこんにちは、モノカです。最近。はい、どうもこんにちは、ノアです。最近。一緒に。最近。今日は発表があります。黒文字チーム、青文字チーム、赤文字チームなんですけど、3つにチームが分かれてます。で、週ごとにチーム対抗で動画撮っていくっていう企画です。わあ。で、水木金土日、月曜日と火曜日以外ですね、水曜日から始まって5日連続で動画上げて上げて上げてみたいな感じで3週間続きます。それで視聴回数を競うっていう企画です。そういう企画をみんなでやります。メル TV で、はい、キャスティングとか企画とかは自分たちで考える感じ。企画って何でもいいんですか？なんかやりたいことありますか？運動神経の、個人的に運動神経が分かるようなやつやったんですよ。ちょっと運動会的な、あ、なんか体力測定的なやつ。なんかチームでこの人いいなって思う人いますか？だいたいダメな気がするんですよ。めっちゃ足遅い。ほのかさんは全然面白いことやってくれるかなっていう。なるほど。やってる2人はやりたい企画なんですか？私は食べる系の企画やりたいです。食べる系の企画、食べる系かなりざっくりですね。ヤオちゃんはなんか、みんなとワチャワチャしたい。なるほど。めちゃくちゃワチャワチャ。どんな感じ？まあじゃあそれは個人的にやってくださいね。個人的にの個人的にの多いな。最後に意気込み。あのロア様から。私企画考えるの好きで、もともとイベントの企画とかやってたんですよ。そうなんですよ。やってたタイプなんで、企画するのは好きなんで、もうちょっといろいろ練って、誰かを見に来るっていうよりも、企画を見に来るっていう感じにしたいなと思いますね。はい、可愛くいっぱい使って、顔目的でも来てもらって、企画目的でも来てもらって、っていう感じでやっていきたいなと思うので、ちょっと2人が負けない。まあ、もう頑張ってください。ちょっと頑張ります。まあ、ちょっとノリ的にイエーイって言いそうなんだけど、チーム別やから。はい、黒文字チームなんですけど、あのユン。ユン使っていきます。うちのチームですね。ユンを使って、私とユンは絶対いて、それに誰が呼んで、もうトークでいきます。喋ります。なんかお題決めて、いろいろ。で、それにプラス企画とか思いついたらやろうと思うんですけど、ちょっと先決まったばっかりなので、あんまり思いついてないので、個人的には何か食べたいので、なんか食べます。頑張るぞ。青文字チームなんですけど、とりあえずみんなとわちゃわちゃしたいので、あの楽しい動画をいっぱい撮れたらいいなと思ってます。で、見てるみんなにも楽しんでもらえるような企画をみんなで考えるので、ちょっと待ってみてください。はい、終わり。笑顔が良かった今。ネオさんの笑顔が。ねえ、ネオさんは全然。まあ3人あのチーム別々って言っても、逆にネオちゃん来てもらったりとか、ロアちゃん来てもらったりとかも、そういうのもできるんで、まあ、結構言うたらぐちゃぐちゃです。そうですね。まあでも、まあ、企画だけはもう自分たちの作ったもので、はい、企画力ということで。すいません。企画力で。今回は企画力で勝負していきます。はい。せーの。企画力。はい、今日もメル TV 見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。この動画面白かったなと思っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、では次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。